ジョーダニー・ヴィ・バルデス・ピングスマンは、ドミニカ共和国、サンペドロ・デ・マコリス出身のプロ野球選手。右ト左ヒ2017年現在は、フリーエージェント。2007年に、ニューヨーク・メッツに入団。2012年4月23日の、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、メジャーデビューを果たした。マイナー時代は、内野手だったが、昇格後は主に外野手として出場している。 5月7日のフィラデルフィアフィリーズ戦でジョナサン・パッペルボンからメジャー初安打となる代打本塁打を放った。これによりメジャー初安打をその時点で通算200セーブ以上の投手から記録した史上初の選手となった。7月24日にはシーズン5本目の代打本塁打を放ちメッツの球団記録を更新した。2013年はバイオジェネシススキャンダルによって 禁止薬物購入が発覚し、8月5日に50試合の出場停止処分を受けた。オフの12月2日に FA となった。2013年12月20日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。2014年7月19日にメジャー契約を結んだ。10月10日にトリプル a 級ニューオーリンズゼイファーズに降格した。 2015年7月5日に再びメジャー契約を結び25人ロースター入りした。7月11日にィーフとなり13日にマイナー契約で AAA 級ニューオーリンズに移動。8月5日に自由契約となる。2015年12月21日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶ。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。 2016年オフに自由契約となる。2017年2月2日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。4月18日に解雇となり、21日にタバスコキャトルメンと契約するが、7月5日に解雇となる。ありがとうございます。